X ディスプレイマネージャは、X ウィンドウシステム上のプログラムの一つで、ローカルあるいはリモートの X サーバーでセッションを開始させる機能を持つ。単に、ディスプレイマネージャとも呼ばれる。デフォルトの X ディスプレイマネージャである、XDM のログイン画面、ディスプレイマネージャは、ユーザーに対して、ログイン画面を提示し、ユーザー名とパスワードを入力可能である。 ユーザーが正しく入力するとセッションが開始される。ディスプレイマネージャーがユーザーが操作するコンピュータ上で動作する場合、ログイン画面を表示する前に X サーバーを起動し、オプションでログアウトの際にもログイン画面を表示する。この場合、ディスプレイマネージャーは X ウィンドウシステムにおいてテキスト端末でのイニット、ゲッティ、ログインの役割を果たす。ディスプレイマネージャーが リモートのコンピュータで動作する場合、テルネットサーバーのように機能して、ユーザ名とパスワードを要求し、リモートセッションを開始させる。1988年10月、X11R3 でディスプレイマネージャーが導入された。これは当時登場し始めていた、X 端末をサポートするためであった。多くのディスプレイマネージャーが、スタンドアロン型の X の動作するワークステーションでも、 グラフィカルなログイン画面を提供するのに使われている。1989年12月、X11R4 では、X11R3 での実装上の問題を解決すべく X ディスプレイマネージャーコントロール、プロトコルが導入された。ディスプレイマネージャーは、ユーザーが直接操作するコンピュータ上で動作する場合もあるし、リモートのコンピュータで動作する場合もある。 前者の場合、ディスプレイマネージャーは一つ以上の X サーバーを起動し、最初にログイン画面を表示し、ログアウトの度にログイン画面を表示する。後者では、ディスプレイマネージャーは、XDMCP プロトコルに従って動作する。X ウィンドウシステムでは、X サーバーが、ユーザーの直接操作するコンピュータ上で動作する。X サーバーは、他のコンピュータで動作する。 ディスプレイマネージャーと接続でき、そのセッション上でそのコンピュータ上の各種プログラムを実行できる。XDMCP プロトコルは、X サーバの自律的起動とディスプレイマネージャーへの接続を指示する。X ウィンドウシステムでは、X サーバはディスプレイへと入力機器のあるコンピュータ上で動作する。サーバは、XDMCP プロトコルを使って、 他のコンピュータ上のディスプレイマネージャーと接続でき、セッション開始を要求できる。この場合、X サーバーはグラフィカルなテルネットクライアントのように振る舞い、ディスプレイマネージャーがテルネットサーバーのように振る舞う。ユーザーはディスプレイマネージャーが動作しているコンピュータ上でプログラムを起動でき、その入出力は X サーバー経由でユーザーが直接操作しているコンピュータが行う。 X サーバーは特定のディスプレイマネージャーに接続するよう設定することもできるし、接続可能な X ディスレプイマネージャーの動作しているホストの一覧を表示してユーザーが選択するようにもできる。後者の場合、XDMCP シュザープログラムを使い、次のいずれかの状態で機能する。事前に定義されたホストとそのネットワークアドレスの一覧を表示する。 ブロードキャストが届く範囲で XDMCP サーバの動作しているホストの一覧を表示する。ユーザーがこのホスト一覧からホストを選択するとローカルマシンで動作している X サーバが選択されたリモートコンピュータの X ディスプレイマネージャーと接続を行う。X ディスプレイマネージャーコントロールプロトコルは UDP ポート177を使う。X サーバは ディスプレイマネージャーに対してクエリーパケットを送信することでセッション開始を要求する。そのディスプレイマネージャーがその X サーバにアクセスを許可する場合、ウィリングパケットで応答する。X サーバはブロードキャストクエリーパケットやインダイレクトクイーリーパケットでセッション開始を要求することもできる。ディスプレイマネージャーはサーバに対して自身を認証しなければならない。そのため、 X サーバはディスプレイマネージャーにリクエストパケットを送信し応答としてアクセプトパケットを受信する。アクセプトパケットに X サーバが期待した内容が記されていればディスプレイマネージャーが認証されたことになる。正しい応答を行うにはたとえはディスプレイマネージャーが秘密鍵にアクセスできなければならない。認証が成功すると X サーバはディスプレイマネージャーに それを伝えるためマネージパケットを送る。すると、ディスプレイマネージャーは、その X サーバに対して、X クライアントとして接続し、ログイン画面を表示する。セッションの間、サーバは、一定間隔で、キープライブパケットを、ディスプレイマネージャーに送信できる。ディスプレイマネージャーがそれに対してある時間内に、アライブパケットで応答できない場合、X サーバは、 ディスプレイマネージャーが動作できない状態であると推定し、接続を終了させることもできる。XDMCP の問題として、テルネットとも似た問題がある。それは、認証処理のパケットが暗号化されておらず、悪意あるものがそれを見て攻撃できる点である。そのため、X の通信には、SSH トンネルを使う方が安全である。XDM は、 X11R3 で登場した。この版にはいくつかの問題があり、特に有名な問題としては、X 端末の電源を入れ直した時に発生した。X11R3 では、XDM は、X サーバーズファイルにある、X 端末だけを認識し、しかも、XDM が起動した時だけ、そのファイルを読み込むようになっていた。したがって、ユーザーが、 X 端末の電源を入れ直したときは、システムアドミニストレータが、XDM に再アップシグナルを送り、X サーバーズを読み直させなければならなかった。XDMCP は、X11R4 で導入された。XDMCP では、X サーバーが、ディスプレイマネージャーに対して、能動的に接続を要求しなければならない。したがって、XDMCP を使った。 X サーバーの場合、X サーバーズに記述しておく必要がない。X ウィンドウシステムの標準ディスプレイマネージャーとしては、XDM がある。他にもフリーなものも商用製品としても、様々な X ディスプレイマネージャーが開発されており、単なる画面管理上の機能を持つものが多い。ありがとうございます。